こんにちは、マサンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。雑誌を買ってはね、そのレビューというか感想というか、それを動画にしてますが、で紹介するのはこれ LRG、 ちょっと古いの、これ2018年冬号第22号です。 LRG はこのライブラリーリソースガイドということで、発行がアカデミックリソースガイド株式会社 ARG本体価格2500円プラス税、ちょっと高いねで、特集図書館とコミュニティで、鈴木仁さん、各浦安市立図書館、島学ぶ、瀬戸内市民図書館×手塚美希紫波町図書館×平賀健也県立長野図書館。なんでまあこれを買おうかと思ったのは、県立長野図書館の YouTube 動画で、対談のやつがある、動画があるんですね。それが、この、元、この時は現役ですけど、元、県立長野図書館の館長の平賀さん、それと、島田さん、で、あとこの ARG の社長の岡本さんの3人の対談があって、で、まあ、それの司会進行が、今の県立長野図書館の森泉館長がやってる動画があるんですね。ここに名前が出ている鈴木仁さんという方が、まあ、ご病気で亡くなられて、ただその方が残した、富士見町にある何だっけ、一楽荘だ、一楽荘というところでその、対談動画を撮ったというのが上がってます。でそれを見る機会があって、これは買って読まなきゃっていう感じでした。でその一楽荘の持ち主主人であるその鈴木仁さんが、実はこの本ではなくてね、ちょっとこれプリントなんでこんなになっちゃうんですけど、こういうね、これが2004年です。鈴木仁さんが、まあ松本出身で浦安市立図書館にお勤めになって、その時に大学院に通われていて、で立教大学大学院独立研究科21世紀社会デザイン研究科修士論文ということで、2004年の1月10日に提出した公共図書館の可能性へ、情報提供コミュニティ鈴木仁という、まあ、このちょっと片面だったからこんなんだけど、この論文があって、長野県の図書館大会の時に、この当時の県立長野図書館の平賀館長が鈴木さん、島田さん、手塚さんをお招きして、まあ、対談というかね、そういう場を設けてます。その様子は一応 YouTube にも動画で上がってます。でそれを、まあ、読みやすくというかテキストに起こしたものがこの中に収まっています。で公共図書館の可能性、図書館を通した公共圏コミュニティ作りということで、この記事が書かれているんですね。やっぱり面白いって思うのは、その図書館って一見ね、こう本貸し出しすればいいとか、まあ口の悪い人が言うのは無料貸し本屋だとかっていう議論がずっとあったんですが、それをから これから先のね、特にインターネット社会であり、特に今、まあ、コロナで直接図書館に行きにくくなってしまった時代、図書館はどうあったらいいのか、未来の図書館はどうあるべきなのかみたいなところの考え方の作っていく中で、考えを作っていく中で、図書館の日常の中で仕掛けられることは何か、本当に奉仕すべき対象って何なのかっていうことを考えさせる内容になってます。なのでこれちょっと今読んでるところです。で面白いのはね、コミュニティという言葉が出てくるのと同時に、物語、漢字で書く場合もあるし、ひらがなで物語と書く場合があるんですが、これをね、がちょっとキーワードになっているかなという感じがします。いわゆる学術的アカデミックな言い方をすると、まあ、いろいろね、ナラティブのセオリーがどうのこうのといろいろあるんですけど、確かに面白い視点なんですよね。その物語っていうのを、図書館がこう提供すべき、あるいは編む、作っていく、編集というか編んでいくというかな、それがすごく面白くてですと思って、これを買いましたまだ読んでます。で、この鈴木仁さんと島田学さんが、まあ、往復書館でやり取りをしている内容だったりとか、それから、面白いのはやっぱりこの岡本さんですよね。岡本さんが未来の図書館を始めませんかということで、寄せている文章、やっぱり僕自身っていうか、今山中湖情報創造館にして、まさにこの2004年の4月から、
もう16年になりますけど、図書館をやってきている中で、本当に指定管理者、民間の NPO が運営する図書館は何だっていうことで注目はされてきましたけども、そのね、総括もどっかでやんなきゃいけないなと思いつつ、まだできていませんが、今僕の中では図書館というかな、そのこういう地域における情報とか知識とか物語とか、そういったものを拠点にする施設の作り方っていうのをやっぱり、図書館というのをベースにしたりとか、今ここは、廃校になった高根清里小学校を八ヶ岳コモンズという名前で運営してますけど、こういう場所づくりに関わりながら、今取り組んでいる、考えながら取り組んでいるって感じです。ここからはね、ちょっと僕の私論になってしまうんですけど、ずっと僕はその情報とか、コンピューターも、ね、デジタルもそうなんですが、合わせて考えてきた中で、やっぱりこう情報、それと知識、それと物語、この、3者っていうのをこうイメージしてるんですね。これは何かっていうと、いわゆる世の中の構成しているものが原子だったり、それから原子が集まって分子ができて、で分子がたくさん集まって、いわゆる高分子になって、そのだんだん複雑になっていくと、そこに生命体が生まれる、有機体が生まれるっていう感じですよね。その情報もというか、その知の部分も同じように、本当にまず本当にシンプルなこうデータ、それから数えられるようなデータであるとか、それからこうラベル付けされた単語、なんていうのかな、これ再帰的にこう繰り返したんですけどね、いわゆる単語的なものが、原子のようなものとして存在する。で、その中でその原子のような形の単語が、何々 A の何々は B であるみたいなところから知識というのが組み立てられていく。辞書の見出し語を調べると、それは何々であるって書いてあるような感じで、そういったものをこう複雑にっていうか、だんだん絡まり合って、特にウィキペディアなんか見ると分かるんですけど、青くリンクがある文字と、それから黒い部分とがあると、その青い文字と別の青い文字の関係性を黒い文字が作っているっていうね、それを文章が編み上げていくようなところで知識というのが出来上がっていって、さらにそれが時間であるとか場所であるとか出来事であるとか、そういったことの関係性の中で、情報、それから知識、さらに複雑になっていって、高分子であり有機体になり生命体になっていくっていう、いわゆるその情報の物語論っていうのが、知識の物語論みたいなのが僕の中には実はあるんです。でそんな中で、この物語っていうものがその図書館と関わってくるっていうのをね、こうやってちゃんと文字に、論文にされた方がいらっしゃったというのはすごいなって今思っています。で確かに本の中はたくさんの物語があるんです。で実は本というパッケージはすごく便利は便利なんですけど、今度ね、本と本の関係っていうのがもう一つ図書館の中でできるんじゃないかと思いつつ、正直言ってそこに至ってないというのが現状あります。だからね、図書館の今本の検索が、いわゆるずっと前からね、もう署名、著者名、出版社名、あとせいぜい、件名っていうのはあるんですが、なかなか使われないですよね。であとキーワードで実は図書館って検索できなくて、その辺はもう Amazon のサイトで検索するって結構上等手段で取るんですけど、じゃあ A と B の本がどういう関係を持ってるのかっていうところまでが、まだ図書館ではうまく構築できてないですね。いわゆる主題別配下とかテーマ別で並べるっていうのを取り組んでいるところは、多分そのことに気がつき始めてチャレンジしてるんだと思いますけどね。それとあと検索で、僕は本当に物語論っていうような物語という形で検索ができるとしたら、例えばその家族構成で検索できるものとかね、例えば小説なんかでもある複雑な家族構成、あるいは、読者自身が置かれている家族構成にとてもよく似ている、登場人物、あるいは相関図の中が出てくる検索の小説は何かっていう探し方が実はまだできてない。
からそういう意味で先ほど言った情報知識物語みたいなものをね、今度はその今までのいわゆるリレーショナルデータベースではなくてグラフデータベースのようなものでこう関係づけられるような検索システムがどっか図書館のどっかでできないかなっていうのはずっと思ってるんですけど、なかなか手間のかかる話でね。ただその辺をその RDA とかで次のなんか目録規則とかって中では意識をしてるらしいですけど、だんだん進化していってます。まあそういう中でやっぱりこの図書館とコミュニティってあるんですが、図書館とコミュニティをつなぐ物語っていうタイトルにするとすごくちょっと面白いこう伝え方ができるかなと思いますね。図書館とコミュニティをつなぐ物語っていうのがそのメタな物語というのもあるんですけど、メタなというのかな、図書館コミュニティ物語ってこの3つのね関係性みたいなものを多分この後僕たちはどこかでこう考えて実践し考えて試して振り返ってってことを繰り返すんだろうなって感じはしてます。今ね僕の話でその情報知識物語っていうその3つの層というのかな、状態というのかな、原子分子有機体みたいなところがあるんですけど、そういったものをちょっとこの中に僕なりにね捉えながら直しながらこの図書館のものと物語とコミュニティっていうのを作っていけたらな、考え続けていけたらなという感じはしています。図書館を社会に生かす、LRG ライブラリーリソースガイド、この号はね2018年冬号ですが最新号ももちろん出ています。だからこれ面白いですね、やっぱり図書館とコミュニティという号です。本当に県立長野図書館の YouTube チャンネルを見ると、この時のねこの対談の時対談の動画もあるし、ここの特集になっている、元のねその長野県の図書館大会の時の動画も上がってますので合わせて見ると良いかと思います。これちょっと図書館関係者におすすめです。ぜひ本を読むだけではなくてその県立長野図書館の YouTube チャンネルチェックしてみると面白いかと思います。